どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、 ANA プレミアムメンバー限定ヒルトン HPCJ 実質無料キャンペーンが来ておりますので、本日はねこちらの解説とヒルトンホテルについてねちょっと最新情報入りましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。今回ですね、 ANA のプレミアムメンバー限定ですね、ヒルトンの HPCJ っていう本来ね25,000円かかる有料プログラムにねなっているわけなんですけども、これがね1万円で利用することができるっていうキャンペーンですね。また1万円はねかかるんですけども、5,000円の割引券が2枚ね、もらえるっていう風になりますんで、まあ実質無料って言ってねいいのではないのかななんていう風に思うんですけども、ヒルトンホテルね今後利用される方はですねかなりねいいキャンペーンっていう風になっておりますので、今回のキャンペーンですね対象者限定になっておりまして、 ANA のねマイページにこのキャンペーン載っておりますので、ぜひね対象者の方はチェックねしていただければなと思います。それではね詳細ねいきたいと思うんですけども、期間がですね2023年の1月31日申し込み分までっていう風になっておりまして、特典がですね本来ね25,000円かかる HPCJ の料金がですね1万円で利用することができます。で今回対象者限定ということで、またね ANA プレミアムメンバーの方っていう風になりますんで、ブロンズ、プラチナ、ダイヤ、SFC の方が今回のキャンペーンで対象っていった形になります。それ以外の方はですね残念ながら利用することができなくて、またねこちら初年度のみがね利用できるっていう風になりますんで、以前ね利用された方は多分利用できないと思いますので、この点はねご注意いただければなと思います。で今回のねこのヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうのは何なのかっていう話なんですけども、ヒルトンホテルをですねお得に利用できるね有料プログラムっていう風になっておりまして、年会費はですね冒頭にも言いました通り結構高くて、本来は25,000円かかるね有料プログラムっていう風になってるんですよね。まあこれ25,000円かかるんですけども、まあ今回の ANA の限定のキャンペーンもそうですし、ヒルトンアメックスとかもね発行していただくと結構ね1万円とかでね入会することができるんですけども、普通に何もしないでね入会してしまうと、まあ、結構高かったりいたしますので、入会したい方はですねちょっといろいろ調べていただきたいななんていうふうに思うんですけども、本来はね25,000円、ね、かかる有料プログラムっていうふうになります。で特典がですね25,000円かかるわけなんですけども、4つほどねありまして、まず HPCJ の会員限定の宿泊料金プランがね利用することができます。これがだいたい 25% オフっていうふうになっておりますんで、ヒルトンホテルをねお金を払ってね利用される方は結構ねお得っていう風になります。またねレストランが最大 20% オフ、これはちょっとね後で解説させていただきます。で5,000円の割引券が2枚ですね、こちら合計1万円分がねもらえます。また HPCJ に入会した時にですねステータスを何も持ってない状態でこの HPCJ ね入会していただくと、初年度限定にはなるんですけども、シルバーステータスっていうねステータスがね付与されるっていった形になります。まあ特典はねこんな感じになっておりまして、まあ大きい特典はですねやはりヒルトンホテルね HPCJ の限定プランがね利用することができるっていう点ですね。こちら 25% オフでね利用することができるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルをね今後利用されていきたいとか修行とかねしていきたい方は、まあ入っといてね損もないのかなと思います。あともう一つはですね5,000円の割引券がね2枚もらえますんで、まあ、これもね非常に大きいですよね。まあ、今回のキャンペーンは1万円かかりますけども、5,000円2枚もらえて、この5,000円についてもですね一度にね2枚使うこともできますので、まあ、ヒルトンホテルね宿泊料金にも使えますんで、まあ、割引でね宿泊することができるっていった形になります。でこの HPCJ のですねレストラン特典 20% オフっていうのがねあるわけなんですけども、残念ながらですねヒルトンホテルは今ねこちらをずっとやってるんですよね。こちらダインライカーメンバーっていうねヒルトンホテルのステータスでレストランのね割引は受けられる特典なんですけども、今ねこちら 25% オフなんですよね。でこれが2021年ぐらいからやってると思うんですけども、ずっとね延長を繰り返しておりまして、で今現在もですねこのねダインライカーメンバーっていうのは2023年6月までね延長が発表されておりますので、ホテルの側もね知らない方もね中にはいるかもしれませんので、覚えておいていただきたいんですけども、ヒルトンゴールドダイヤの人はこちらね 25% オフ、まあ対象の
レストランだけになりますんで、まあ、どっちがね、お得になるかっていうのは、ぜひね、レストランの方と確認していただいて、25% オフと、HPC だと 20% オフになってしまいますんで、まあ、この点はね、よくチェックして利用ね、していただければなと思います。まあ、こういった感じになりますかね。5000円2枚のね、割引券は先ほども言った通りですね、1より2枚もね、利用することができるっていう風になりますし、まあ、今回のキャンペーンはね、1万円払って、この割引券ね、1万円分もらえるっていう風になりますんで、まあ、実質無料でね、利用することができるっていう風になります。で、このね、HPCGA の対象ホテルなんですけども、基本的に国内のヒルトンホテルっていう風になっておりまして、ちょっとご覧にね、一覧出しておきますけども、日本国内のヒルトンホテル、またはコンラッドソウルだけね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、ほぼほぼ国内っていう風になりますんで、海外とかでね、基本的にはコンラッドのソウル以外はね、利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、ご注意いただければなと思います。またね、先ほどの割引券もね、おそらくソウルでは使えないと思いますんで、この点もね、注意してください。それでは次ですね、ヒルトンホテルが昨日ね、規約変更いたしまして、今現在ですね、ヒルトンホテルのステータス特典であるゴールドダイヤのね、朝食特典っていうのは、日本とかだとですね、普通に朝食利用することができるんですけども、アメリカ国内はですね、この朝食特典がフード&ビバレッジクレジットっていうね、ホテルのクレジットに切り替わっているんですよね。これが2021年の7月ぐらいから始まって、まあ延長延長を重なって、2022年ね、1年間延長になったっていう話を、まあ、結構前にね、させていただいたと思うんですけども、これがですね、残念ながら今回ですね、モットーバイヒルトンっていうヒルトンホテルの中のね、ブランドの一つなんですけども、このモットーバイヒルトンホテルに関しては、世界中のモットーバイヒルトンホテルがフード&ビバリッジクレジットにね、切り替わりました。これはね、めちゃくちゃやばい前兆な気がいたしますね。はい、今までですね、アメリカ国内のヒルトンホテルだけがこのフード&ビバリッジクレジットね、対象になっていたわけなんですけども、このモットーバイヒルトン、まあ日本にはね、ないヒルトンホテルのブランドにはなるわけなんですけども、世界中のですね、このモットーバイヒルトンホテルがこのね、フード&ビバリッジクレジットに切り替わるっていうふうに発表されたんですよね。いやー、これはめちゃくちゃびっくりですね。とうとう来たかっていう感じで、今までね、アメリカ国内限定になってたんですけども、とうとうね、このモットーバイヒルトンホテルに関しては、世界にあるね、全部のモットーバイヒルトンホテルでこのね、フード&ビバレッジクレジットにね、切り替わるっていう風になりますんで、非常に残念なお知らせですね。で、ホテルクレジットはね、公式サイトにね、こういった形に書いてありまして、今回のね、モットーバイヒルトンは、まあ、15ドルっていう風になるわけなんですけども、まあ、このね、海外のブロガーの方がね、こちら報じてるんですけども、このね、ホテルクレジットっていうのも、実際に泊まんないとね、わかんない部分もあって、これね、12ドルのところもね、あるみたいなんですよね。これはね、ちょっと公式サイトに15ドルって大々的に書いてあるんですけども、まあ実際に行ったら12ドルだったみたいな、まあそういったこともね、あるみたいなので、まあこれもね、一応参考程度に見といていただいて、実際にはですね、ちょっと下がったりする場合もね、あったりするみたいなので、この点はね、注意いただきたいなというふうに思います。これからね、年末年始等々もね、ありますので、海外のね、ホテル泊まる機会もね、多いかななんていうふうに思いますので、この点はね、注意していただければなと思います。まあ注意しようはねないんですけども、一応ね、事前情報の一つとしてですね、頭入れといていただければなと思います。で、このね、フード&ビバレッジクレジットね、いつまで続くのかっていう問題なんですけども、これはね、先ほども言いました通り、ずっと延長で2022年まで延長っていう話だったんですけども、これのね、来年どうなるかどうかっていうのは今のところ発表もされてなくて、まあ昨日ね、世界中のモットーブランドがこのフード&ビバレッジクレジットね、対象になりましたということで、もう海外のブロガーの方の見解だとですね、これはもう永久的にこうなんじゃないかと、まあアメリカ国内に関してはもうずっとね、フード&ビバレッジクレジットに切り替わるんじゃないかっていうね、話をされておりますので、まあ一応ね、確定情報ではないんですけども、まあ2022年ね、もう12月まで来て、特にね、来年以降の発表が今のところありませんので、まあその点も含めてね、そう言ってるのではないのかななんていうふうに思うんですけども、一応ね、また情報が入りましたらですね、動画ね、作りたいと思うんですけども、まあ現時点ではですね、これは
来年以降もね続いていくんではないのかななんていうふうに思ってるんですよね。いやーちょっとねとうとう来てしまったのかっていう感じですよね。まあこのモッドブランドね日本にはありませんので、まあ、日本国内で使う分にはね影響ないんですけども、まさかね規約変更最初出た時に、あ、アメリカ国内のモッドブランドって今までね、あの朝食フード&ビバレッジクレジット対象じゃなかったんだって解釈してたんですけども、いや、そうではなくてですね、はい。今までは、あの国内、アメリカ国内も入ってたのが、世界のね、モッドブランドで、このフード&ビバレッジクレジットにね、切り替わるっていうことで、いやー、とうとうアメリカ国外までね、対象になってきましたので、これはちょっとね、来年以降また変更あるかもしれないですね。まあ日本の国内にも入ってくるかもしれませんし、ちょっとこれはわかんないですね。いやー、残念ですね。本当にこのヒルトンホテルの、ゴールド、ダイヤモンドのね、この朝食特典っていうのは非常にいいので、もしかしたらゴールドとかカットされてきちゃうかもしれないですね。まあダイヤモンドまでカットしてくるかもしれないですけども、まあ今ね、ダイヤモンドまでフード&ビバリッジクレジットに切り替わってるんで、まあカットするんだったら両方カットしてきそうな気もいたしますよね。まあこういった形で今回ね、規約変更はね、入りました。ということで今回ですね、ANA プレミアムメンバー限定の HPCJ 入会キャンペーンとヒルトンホテルのね規約変更について解説させていただいたわけなんですけども、まあヒルトンのね HPCJ の入会キャンペーンに関してはヒルトンホテルね、利用される予定のある方はですねお得っていう風になりますんで、ぜひね利用していただければなと思うんですけども、今回のね規約変更ですよね。いやアメリカ国外に出てほしくなかったんですよね。なんかね徐々に対象を広げている気がして、今後日本に来るかもしれないっていう風にね、前回のね動画の時とかもねコメントでいただいたりしておりまして、あるかもしれないですねってちょっと簡単に言ってましたけども、いやちょっとね本当にありそうですね。まあひとまずですねこの朝食特典がどうなるかっていうのは、まあ、今後ねかなりステータスにね影響を及ぼしますので、またね何か入りましたら動画作りたいななんていうふうに思いますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。非常に残念な発表ではありましたけども、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。